ビビビビビ、徹子の気まぐれ TV、ビビビビ、始まります。始まります。こんにちは。こんにちは。今日はここにずらーっと並んでますけれども、はい、徹子さんの洋服見たいシリーズ。あ、いいじゃない。残念ながらね、去年8月にお亡くなりになりましたけれども、三宅一生さんのお洋服、うん、もうたくさん徹子さんはお好きでお持ちでいらっしゃいますよね。そう。で、その中から徹子さんが気に入っているものを中心として、ほんの一部です。これもう、一生さんのお洋服は徹子さんね、ほとんど手元に残していらっしゃいますので、本当にその年代からずっとコレクションがあります。そんなその、一部を今日お借りして、すごい、見ただけでもすごい。じゃあまずですね、はい、ちょっとこうそちらの方に並んでるものからこちらになりますね。これ徹子の部屋でも着た感じですね。覚えてます？もちろん覚えてますけど、そこで今後ろにありますけれども、これはねプリーツがしてあってプリントがしてあるんですよね、下にね。で、この丸くなってこう地球みたいな感じに見えるお洋服、ね、つけてね、うん、へえ変わってるこれね、うん。続きましてね、これがもう、はい、徹子さん思い入れのお洋服なんでしょ。これほらこの間これ、ね、撮影で、あ、これの赤いやつを作って黒もあるはずだってずっと言ってたやつ、うん、ありました。黒出てきました。よかった、ね、よかったですね。要するに初めに黒を買ったのやですね。そうで、この間撮影でね赤いのを使ったんですけれども、うん、絶対黒もあるはずだっていうふうに言って、黒をみんな見てないって言ったんだけど出てきました。ありました。なんか見たんでしょ、コレクションかなんかって。いや、お店で取り掛かった時見たの、うん、それでね面白いと思って、で後でくださいって言って、とっても着やすいからね、うん、何枚か欲しいって言ってね、じゃあちょっとねこれ大変なんですっていうの、何が大変なのって言ったらね、全部これね切れの端の、うん、一番ヘリの余ってるところで作ってるので、うん、普通だったら切り落として捨てちゃうところ、そう捨てちゃうっていうか、それで全部作ってるので、これを作れと言われてもっていうような話になったんだけど、材料も大変です。だけど一生さんのところがその親切にね作ってくださったんですよ、赤いのと。一生さんに直接お願いしました、うん、じゃあ次のお洋服行ってみたいと思います。綺麗な色ですね、はい、このお色が。そう、でこれは徹子の部屋でこんな風にしてお召しになっていらっしゃいます。これね、よく普段にもお召しになってますよね。そうそうそう、これ着やすい着やすい着やすい、結構この折りがね不思議な凝った折りになってますよね。ここね、そこのとこ縁になってて、そこの右側のところがね墨で描いたような感じの火星になってて、すごくやっぱりもう一生さんの面目躍如っていうか、その人のこう才能をこう見せるっていう、あ、一番こう表現しているもの、うん、面目躍如の作品です、うん、私は思います。一番驚いたのは僕これです。まず写真を皆さんご覧になっていただいてからお洋服見ていただいた方がいいと思うんですけど、これ覚えてます？それ、うん、これを買って着ようっていう人もどうかと思うけど、こうですよ、こうですよ。でも柔らかいんですね、着たら。まあね、ここ綿が入ってる、ここにこうスポンジのこういう円柱形のものが入っていて立体感を出してる。下の方にも入ってる、変わってる、相当変わってる。歩くとき大変ね。だけどさ、衝撃の衣装みたい。本当ドレスですよね。でもすごい柔らかいジャージでできてます。こんなにジャージで、でこの出っ張ってるところがふわふわでね、うん、で変わってる、プリントがこう綺麗なプリントが入って、ね、すごいですね、うん。お持ちになってる現像してるのはここにあるのともう数倍でしょうね、きっとね。で胸の真ん中に大きくね一つね、うん、あって、これもこうあって、大きさが違うのね、みんな丸の。これを買う勇気と着る勇気、着てるとこ見ると勇気があるんでしょそうそう、すごいと思います。勇気を出した、うん、でも似合ってらっしゃるんですね、すごくね。でもありがとうございます。でも本当に不思議な洋服ね。そうですね。でもこれも不思議だと思いません？はい、ここでも写真があります。これ着てんの？着てるんで驚いちゃう私。はい、どうぞ。これなんかゼラチン、ゼラチンじゃなくてオーガンジーです。オーガンジー、はい、でもゼラチンみたいに見えない。でっていうか美味しそうですよね。ね、これもこれ何枚もオーガンジーを絞ってるような感じな、こうシワ加工
させたものを何枚も何枚もね、グリーンも重ねて白と重ねて綺麗。ちょっといいですか、中にどうぞ。キャミソールが入ってますね。あ、本当だ、本当ね、すごい。それがこうついて、だから透けて見えないようにするためにこの下着も一緒にくっついてるんですね。不思議なことになって綺麗ですね、色が。ね、へえ、不思議だ。で、まだまだあるとご紹介します。じゃあ写真をちょっとお預けしますから上からこれって言ってください。僕撮ります。じゃあこれ、それ、はい、すごいです、これ。これで持ってる人すごくないですか。すごいわね。それ来たのよ、私でも。知ってますよ。やだわ。やだわってどういうことですか。私着てんの、これ。これ、フワちゃんに着てもらってもいいようなぐらいで、色分の具合はとしては。でも、すごく面白いわね、これね。下のところの青いところまでがちゃんと体の一部だね。そうですね。靴はその下から出てるんで。はい。ちょっとお写真はないですけれども。こんな、それすごいよね。プリーツで、そう、絵が描いてあります。プリーツ、プリーツです。お召しになってないようで、ね、値段もついたまんまです。ほんとね。いつか着てみましょう。プリーツだからね、着れますよ、ほら。こう、ミニョンって。でもこれさ、徹子さんの若い時の裸の T シャツに見えられるやつ、あの胸のやつが出てると同じように。あ、面白いな、これ逆さまになってんのね。下が、あ、本当だ、下が上になってん。あ、そっか、ここに人間の目頭もありますもんね。でも顔がね、網の中に入ってる顔だ、ちょっと分かんないようにした、はい、すごい、面白い。 それですね、それはこれもね、僕何回かあのお召しになってる時一緒に、そうそう、この辺に食べこぼしがいっぱいついてますけど、やだな。これ金箔を目にこう貼ってですね、結構着込んでますね、相当食べこぼしがこの辺すごい食べこぼし。僕もこれで一緒にお食事したことありますもん。そう、でも綺麗ね。綺麗ですね。やっぱ一生さんって面白いわね。あの、面白い。やっぱりちょっと日本のそう金箔 ね風景っていうか風情、風情をお洋服にね入れ込んでますよね。日本の代表するデザイナーっていう感じがしますよね。面白い。あとね、意外とこれパーティーかなんかのお写真ですけれども、あ、そうね、これもありましたよ。なんだろうこれ、わあ面白い。それもこうですよ。そうよね、裾こうなってんの。裾こうですよね。こう、あ、もっと引っ張るとこんな風になってるってことですよ。そう、こう、ね、変わってるわね、で、これこういう風になるとあの、こん中に体が入るわけだから裏がこの色なのね。プリーツ、こん中に体が入ってここ全部プリーツになってます。すごいのね。面白い。お袖もこうジグザグのこういうお袖ね、え、ジグザグで着るとジグザグジグザグって歌がありましたよね。こんな感じになります。これ覚えてますか。あ、覚えてます。これ何回も来ましたよって。あ、そうですか。これもお写真はありますけれども、これです。なんかカメラで撮ってますよ。これ私が誰かをカメラで写してる。で、これがこれいいわね、この洋服で。ズボンもついてる。下の方がね、ここがこう、見てください、こんなおしゃれ。ほんと裾がね、で上着の裾でしょって言ったら、後ろ見えないんだ。見えないんですよ。わあ、すごい。だからちょうどこう、裾がこう見えるように、歩いた時にね、動いた時に見えるように、なんかちょっと日本のお着物の感じ。すごい感じね。相当変わってるわね、これ、大変な出来事よ、これ出来事、出来事、ギザギザで、ギザギザ、ギザギザですね。すごいギザギザ、ギザギザ、すごいギザギザ。これ全部剥いであるんですよ、皆さん。やっぱり一生さんもあの頃めんどくさいこと平気でやってたんだね。そんな、あのクリエイターですから、そのめんどくさいとかそういうことはあんまり思わないと思います。自分がこうデザインしていこうっていうものをスタッフの方たちとお作りになる。だけどすごい素敵よ、これ、ほら、素敵ですよ。裾
見て裾、すごい素敵。ところで皆さん、ここにこうピーってこう糸で書いてある、徹子の部屋で着たってことなんです。そうなんです。あの、分かんなくなっちゃうので、必ずもう徹子の部屋で着たものはここにピーってつけて、他の番組では着ることがあっても、徹子の部屋では、ね、あの、同じお洋服を着ないことにしてるので、分かるようにここにピーって、だから脱ぐやいないすぐつけちゃう。そう、あの、もう、あの、スタイリストのみっちゃんが、あの、ピーって刺繍をします。でもこのあれね、素敵なプリーツね、これプリーツの幅が違うのね。本当にプリーツって言ったら三宅一生さんっていう感じでね、ご尽力しました。すごい、でも亡くなったの本当に惜しいわね。残念ですね。それじゃあ今日はこの辺で、はい、三宅一生さんの、徹子さんのコレクションを一部ですけどね、またね、機会があったらば、まだお目にかけありますもんね。それじゃあ皆さん、はい、バイバイ、ビビビビビ、バイ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 。